じゃあこんにちは。はい、いやもうオーンというタオルもね、あサイン出ましたけど、オーンサインですか？あれ笑うな、オーンってタオル、タオルいいですね。確かにな、みたいな。いいですけれども、やっぱりこの今年の阪神のこのリーグ優勝には岡田監督の采配手腕がなくてはならなかったということで、今日は岡田監督の手腕をたっぷりと豊さんに。あのね、言っとくぞ、はい、どんな優秀な選手がいても監督が無能だったら優勝しないから、わかる？で、やっぱどんなっていうか、さ、平均的な選手がいなくても監督によっては優勝ができるんだよ。だそのぐらいやっぱり監督って大事だっていうことをまず話しておくわ、はい、ね、これはね、監督って今の時代コンプラだとか、うん、パワハラだとかいろんなことをつぶやかれるよ、はい、ね、SNS とかでもそうだけども、だけど勝負の世界ってさ、これを超えた何かがないと、うん、一つのチームっていうのはまとめ上げられないよ、うん、これにはブレがあっちゃいけないけど、はい、岡田監督っていうのはそういう面ではコンプラもあったしパワハラもあったと思うよ。だけどこれは優勝ということで水に流れてるよ、うん、勝てば官軍でいくでしょ、はい、必ずそういうことは存在するし、うん、無理してやれじゃないんだよ、はい、でも期待してるから君はこうやってやりなさいっていうことは言うよ、うん、でもこれはパワハラだって取られたってしょうがないわけよ、うん、ね、わかる？だからまあそういう受け側もわかるけども、だから岡田監督は一貫してやっぱり自分のスタイルを貫いたというね、はい、もうそこがやっぱ素敵だったよ。そうですね、うん、だから選手のことを思うというよりも、うん、阪神というプライド、うん、これを重んじたい。個々選手のプライドなんてあんまり気にしない、はい、それは多少はね、こう声をかけたりとかするだろうけど裏では、うん、でもやっぱ阪神負ける、そういうプライドを重んじたということが俺は優勝につながったと思う。だから厳しいことも言ったと思う。そうですよね、きっとあの例えばまあマスコミを通してだったりと か、 裏でとか厳しいことがなかったら優勝なんてできないよ、うん、ニコニコ友達じゃねえんだから、うんうん、でましてや勝負の世界だし、はい、ね、これを乗り越えなきゃいけないって言った時に、うん、さあみんなでやりましょうじゃなくていいかみたいな、うん、こういうことだって絶対必要だよ、うん、だそういう熱さを持ちながらやれてたという、はい、その岡田監督の気持ちが選手の心を動かしたという、うん、燃え上がらせたという、まあ、そういうことなんだよね。それにはやっぱりしっかりした戦略とか戦術とかちゃんと説明しながらやってたと思う、うん、これがやっぱ集約されての優勝だと思う。そうですね、で岡田監督は長い間やっぱり外から解説者としてそこ阪神のことを見てきて、はい、やっぱりこうした方がいいんじゃないか、なんでこの作戦なんだとかいろんなことを解説の時に言われて、そして阪神に戻ってきて、で岡田監督の解説って面白かったもん、ね、めちゃくちゃ面白いんですよ。もう松村さんがよく言うモノマネしてるけど、はい、ね、だからもうアナウンサーだろうが何だろうが、はい、アナウンサーがヘッドコーチみたいな感じになった時もあったよ。だから言ってるやろ、ここ代打これや言うて、ベンチにいるかのような感じでしたから、ね、そうそう、なんでやねん言うて。そうなんですよ、そうなんだよ。だやっぱりそれが経験生きて、そして戻ってこられて、で豊さんも最初からその岡田監督が就任ってなった時から阪神は今年面白いよっていうふうにおっしゃってて、いや面白いよっていうか、うん、抜けてるよって思ったよね、うん、監督として、はい、戦略戦術として、うん、ただやっぱこうよく言われるのが現代野球と昔の、うん、岡田監督は昭和の野球だから、はい、今も昭和の野球を貫いてるから、でもこれが理解されるかどうかっていうことだったと思うんだけども、言い方を変えたりだとかいろいろしながら理解をさせたというね、はい、まあ、そこら辺のその熱さ、動力というかそういうのが見事だったと思う。そうですね、うん、でキャンプの時から言えばやっぱりその守備をまず固定したっていうところから始まって、でショートも木浪選手、小畑選手っていう、まずそこからまず着手というか守備というか、だから岡田監督の頭ではエラーはあると、うん、でエラーを少なくするっていうのもこれは大変だと、はい、ただそのポジションに専念させるっていうことはこっちの手腕でできると、うん、いうことだったの、はい、んで書でも書いてあるけども、戦いの形は守りの形って言われてるんだよ、はい、ね、どこにも隙がないように配置をするという、で今阪神が現状できることはキャッチャー梅野、ファースト大山、中野をショートから動かして、はい、でサトチェル、サード、木浪、これがやっぱり内野の布陣としては一番ベストの布陣だと思うよ、うん、
で外野手はノイジー、近本、まあ、森下なのか三重節なのか小野寺とかね、はい、まあ、そういうところで後で守備固めをすればいいみたいな、うん、だからスタートの時点でもうねこれは打撃優先だなっていうようなもうねそういうのはねもう綱あたりなんだよ、勝ちに行っても、うん、あエラーしたみたいな、はい、そこから点が入ったみたいな、うん、ね、でも岡田監督はそこのポジションを一つのポジションを専念させることによって安定を求めたというね、はい、まあ、そこがやっぱりこういいよ。そうでしたね、うん、だからショート中野見ていてスローイングがちょっと難があると、うん、でショートとファーストの感じよりもセカンドからの感じの方をすると取る方も投げる方もミスが少なくなるんじゃないか、うん、木浪っていうショート小畑、うん、結構いるなみたいな、はい、でこれを2人で当初やろう。でも木浪の練習量とかも俺はね見てたと思うよ。一人でコツ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 やってた努力をね、だからそういうところで木浪を抜擢したという、はい、で木浪が期待に応えるという、うん、人ってね信頼されるとやろうとするよ、うん、その人のために、はい、だそのやっぱ木浪の心を掴んだのは大きかったよね。そうですね、うん、木浪選手がその8番っていうところですごい打ったじゃないですか。いやだから他の監督はいろんなポジションを打たすんだけど、はい、これはね近本がね離脱した時に普通に考えたらよ、中野1番に上げて木浪を2番、いやそれか8番の木浪を1番にして中野を動かさないでおこうかとか、はい、いろいろ考えるんだろうけども、岡田監督のやり方って昔からそう、はい、4番が抜けたら4番に適してるやつを代わりに入れる、他あんまりいじらない。あだからいじらなかった、これねやっぱね打順ってねやっぱ役割があるんだよ、うん、やっぱポジションと一緒で、はい、で野球のリズムっていうのも変わってくる、それを岡田監督がよく分かってるよ、うん、で木浪8番が一番相手にとって嫌だっていうこともよく知ってる、はい、だから己のチームもよく知ってるんだよ、うん、そうですね、相手が何が嫌なのかっていうのをよく知ってる、うん、次はピッチャーなのに木浪と勝負行ってやられたとかじゃあ木浪も歩かしとこうって言ったらピッチャーがやられるとかもうややこしいな木浪みたいな、はい、まあ、そういうところもやっぱあったし、だから岡田監督っていうのはできるだけ選手をいじらないようにそのポジションに専念させることでそこに集中させること、それをやっぱ考えたっていうことは他の監督とはちょっと違う。そうですよね、うん、あとやっぱりその佐藤輝明選手だったりノイジー選手がなかなかこう調子がこう安定しない、そういう時に例えば佐藤輝選手を一回落としたりとか打順を変えてみたり、このあたりっていうのはどういうふうに映ってましたか。まあでも里輝の調子の悪さっていうのはさ、チームの悩みになってきた時期があったしね、だからそれだったらね置いとく方がやっぱマイナス、チームにとってそこの英断が下せるのがやっぱり岡田監督だよね。そうですよね、落とせって2軍で調整させろって、調子が上がるまで上げないって、はい、ね、考え方がしっかりするまで上げないね、そしたら近本がぶつかっつからさ、そうちょっと前倒して上げることになっちゃったんだよね、うん、そうなんだ、だからそこら辺は不本意だったかもわからないけども、はい、でもやっぱり落とされることによってやっぱり人っていうのは何か考えるし、うん、自分が足りないところは何かって、いろいろ考えさせる時間を与えたっていうこと、まあ、これがやっぱ後半につながってるっていうことだよね。そうですね、9月やっぱり好調だっていうところがようやくここに出てきたのかなっていう。だからね、家族で監督だとか怒らないで、うん、やろうとかもうそんな関係ないんだよ、うん、優勝するってやっぱそれなりのリスクは伴うんだよ、うん、選手と監督の戦いみたいなのがあって、でもそこで監督が勝利してたからなんかみんな監督の言いなりになるというかさ、はい、暗示にかかっていくというか、うん、だから作戦立てればそれが当たっていくっていうのは監督と選手の信頼関係が成立してるから作戦が成功していくんだよ、うん、はい、これが成功しないやつってやっぱね信頼関係がないんで、そうでしょ、なんでこんなところでこんなサイン出すかなはい、はい、ね、そういうことなんだよ、うん、でもあここでこう来たかみたいな、うん、だ大竹なんかお前バスターやった時に知らなかったって言ってバスターでサイン言ってましたね、最初打っていいんですかみたいな、うん、心の中で思ったって、うん、打っちゃえって言ったらヒットになるんだから、はい、ね、もうそういうことなんだよやっぱ信頼関係って、うん、だからそういうところをこう裏でやっぱ声をかけをしいろんな会話をしながら納得させてやらしてるから暗示にかかってくるというかさ、うん、まあ、そういう信頼関係が構築されたんだろうなと思う。
そうですよね。あとやっぱりその代打にしても例えば継投にしても岡田監督は一切ぶれない采配をずっとしてたって。いやだからよし来た俺だっていうのが分かるよ、ね、はい、もう一人一冊だもんね。でしたね。ピッチャー何歩でも変えていってんだったら一球必殺でいくよ多分、うん、まあ、ファーストストライクはこいつ、セカンドストライクはこいつ、勝負はこいつみたいな、使いたいぐらいだと思うんだけど、うん、だけどやっぱ岡田監督の手腕というのは度胸が座ってる。ですよね。あとは大体ね、ツーアウト1、2塁、はい、ね、木下を迎えた場面で島本ピッチャー、はい、ね、次が溝脇、マウンドにまずピッチングコーチを生かして全部フォークで誘えと、うん、岡田監督って大体ねそういうことしないんだよ、はっきりしてるんだよ、はい、だけど1、2塁ここで進行敬遠するのもリスクがあると。でもボール球ボール球いってそれに反応してくれたらこれはチャンスがあると、バッターとピッチャーの間でね。でも木下が止まったんだよ全部、うん、そしたら進行敬遠してわざわざ満塁にして、はい、水脇、ね、水脇と勝負だから、はい、でサードボールで打ち取ったっていう試合があるんだけど、やっぱわざわざ満塁には普通したくないよね、はい、まあ一か八か木下で行くかっていうのが大半だと思うんだけど、岡田監督は溝脇で勝負行って負けるんだったらもうそれも仕方ないと、うん、だけど木下で行って勘なんだよね、打たれて負けるって言ったら納得いかないみたいな。だって申告敬遠があるのに、はい、だからわざわざ満塁にして、はい、ああいう采配とかやっぱ度胸が座ってないとできないよね。後で何言われるか分かんない。そうですよね、まあ、だから岡田監督は何言われても構わないっていうことでしょ。まあそういうことなんですね、周りからは。もうとりあえず優勝すればいいんだろうみたいな、うん、精神的にも強いですね、もちろん。そうです、思うんですよね確かにそうですよね。いやだから本当に例えばその相手ピッチャーの一球一球も本当によく見てますし、いや見てるよ見てる、相手ベンチがあと左バッター右バッター誰を残してるのかとか、 その裏の裏を書いたりとか。いやだからそう、相手もよく見てるし、やっぱ先の展開も考えてるし、うん、だから岡田監督を超えていくのはないよなかなかね、うん、あの本当に昔の監督ってね、やっぱり広岡さんにしたって野村さんにしたって、まあ、名将と言われる人っていうのは先々読むことがあったし、細かかったよ野球が、はい、やっぱこうチームの規律というものに対して厳しかったよ。足並みが揃わないと絶対ダメだと。だから規律をしっかり守らせるというね、まあ、そういうこともあったし、でもそれはちゃんと説明したら今の子って理解力が高いから分かると思うんだよ、うん、じゃないと勝てないんだとね、だから歴史からこう学んできてる人っていうのはたくさんいるし、岡田監督もやっぱ歴史を多分勉強されてると思う、うん、で勝負事っていうことをね、はい、だから今の監督たちはそうしてるのかどうか、他の監督がね、これは分からないけども、岡田監督を見てると顕著に分かるというね。そうですね、うん、だから勉強になるし、はい、ああなるほどなっていう納得をする、うん、これで負けてもしょうがないなと思うもん、うん、そういうことごとく勝っていくからさ。そうなんですよ、いやいやあの時は1点でいいと思ったら4点取っちゃったよみたいなそうそういうことになるんだよ、ね、だからそんなよく書いてないんだよ岡田監督は、うん、この打順でこの打線この周り、ここは1点だけどもこれが決まったら大量点になるかもなみたいな形でやってるだけなんですよ、はい、そうなんですよね、うん、それがうまく回るという。これ岡田監督がその阪神じゃないチームに行ったとしても必ずこう強いチームにできますか、ね、なるなるなる。そっか、そ野球が違うもん他とが、ね、本当によくね紐解いてこう見てごらんって、うん、違いが分かるから、違いすぎるから。あ違いすぎるんですね、もう監督の違いすぎると俺は思うよ、うん、他の球団岡田監督来てほしいと思ってるオーナーとかにはいるかもしれないですよね。まあなですよ ね、まあ、ね。いやでも本当に岡田監督やっぱり今年のこの優勝には欠かせないというか、岡田監督がいたから優勝をこう導けたのかなってい う、まあ、そうだね。でそれにもちろん選手は応えたっていうのも大きいですし、いやそれもちろんね選手がね、うん、やっぱこういろいろ耐え抜いたっていうこともね、うん、やっぱ評価しなきゃいけないよね。そうですよね、まあ、岡田監督の話をしてたらね、明日の朝まで動画回さないからねちょっとこの辺でやめといたら、ね、小出しにしてる、小出しにしていきますか、切り取りで切り取りで